編119、105、あなたの言葉は、私たちの足の灯火であり、私たちの道を照らし、暗闇にあって、私たちに光を与えます。テモテ2世3時16分マイナス17、聖書全体は、神からの啓示によって書かれました。そして、教え、戒め、正しい生き方の訓練、そして、義のために訓練されたことによって、神の力によって、完全な人になるために、人にとって有益です。ヘブル4時12分、神の言葉は生きていて、力があり、そして、魂と、霊、関節と骨髄の分け隔てることができ、そして考えや意図を判断することができます。キリストの姉妹たちへ、今日のメッセージは、聖書研究と解釈の重要性についてです。聖書は、神の言葉であり、私たちの精神的成長と栄養の源です。詩編119、105は、神の言葉が、私たちの足の明かりと、私たちの道の光であることを思い出させてくれます。それは、私たちを導き、私たちの日常生活を指導します。聖書を研究することで、私たちは、私たちの人生の神の計画をより深く理解することができます。テモテ2章3時16分マイナス17は、聖書全体が神によって霊感を受け、教え、戒め、まさしく訓練するために有用であることを教えてくれます。聖書を読み研究することで、私たちは、私たちの人生の神の計画についての知恵と洞察を得ることができます。しかし、聖書の勉強は常に容易なものではありません。時間と労力と学びたいという欲求が必要です。ヘブル人への手紙4時12分には、神の言葉が生きていて活動的で、どんなに人の剣よりも鋭く、私たちの考えや意図に入り込み、私たちの内なる欲望や動機を露呈します。しかし、私たちが聖書を研究し、適用すると、それは、私たちを変え、神を尊ぶ人生を生きるために、私たちを装備します。私たちは、毎日聖書を勉強し、すべてのことにおいて、私たちを導き、指導するようにすることを約束しましょう。メッセージ。毎日の聖書の勉強を優先し、生活の習慣にしましょう。読んだ聖句の文脈と背景を理解しましょう。聖書の勉強にあたり、聖霊の導きと知恵を求めましょう。祈り。天の父、私たちの道に光を与えてくださるお言葉に感謝します。私たちが熱心に聖書を学び、それを私たちの生活に適用することを助けてください。私たちがあなたについて学び、理解するために、聖霊が私たちを導き、知恵を与えてくださいますように、イエス・キリストの名によって、私たちは祈ります。アーメン。親愛なる、日本の貴重な姉妹たちへ。私たちは、愛と深い激励の思いを込めて、このメッセージをお送りします。人生には厳しいことがあり、時には乗り越えることができない困難や障害に直面するかもしれませんが、あなたが一人ではないことを知ってほしいです。私たちは、あなたたちと共に立ち、神様の愛と恵みが、最も困難な状況でもあなたたちを支えることができると信じています。社会の圧力に屈しないで、希望を捨てないでください。あなたたちは強く、美しく、どんな困難にも立ち向かう力を持っています。誰にも、何にも奪われない尊厳を持っています。私たちは、健康的なストレス解消方法を見つけ、信仰、家族、そしてコミュニティで支えを見つけるようお勧めします。現実から逃れるために、中毒や娯楽に頼らないでください。勇気を持って課題に立ち向かい、愛され、尊ばれていることを知ってください。私たちは、心からのご挨拶をお送りし、真のキリスト教の福音のメッセージによって、あなたたちが力強く励まされますようお祈りしています。愛と祝福を込めて、PS 私たちは韓国からこのメッセージをお送りしています。あなたたちの信仰の旅が一人ではないことを思い出してください。私たちは、あなたたちを支援し、
キリストの希望と愛を共有するために、ここにいます。